4月1日木曜日夕方5時48分のホームポイントは完全に無風ですね。夕凪、無風の中綺麗ないい感じのメンツルのうねりがミドル付近からブレイクしてますね。あ、これかなりアウトから割れました。ロングライドは厳しい感じですがテイクオフはできそうですね。おお、かなりアウトで割れてますね。左の奥はいい感じです。ホームポイントの右、今かすかにサイドオン山の方から感じましたが今ほぼ無風ですね。こちらは左ほど波が入ってないですね。北北東か、北がちょうどヒットしたんでしょうね。気温は17度ぐらいですね。風はありません。海には入れば乗れそうな面の綺麗な、サイズそれほどありませんが結構アウトから割れてますね。4月早々、新年度早々いい波が、朝はほぼフラットでしたがブレイクしてますね。今明日どうなんですかね。白鳥がいますね。どっから来たやろ。シラサギかと思ったら白鳥だ。